ミノルとスミコの夫婦旅シリーズのハイライト編を作成する試みです。夫婦旅シリーズでワイドコンバーターを使って私たち自身の行動も撮影することを試みました。紅葉の林の中を散策する風情はなかなか大人ものです。すぐ朝食のおにぎりが配られてお腹の中へ。天城峠の紅葉散策です。集合の前にコーヒーを一杯。13時間の飛行でやっとパリに着きました。憧れのモンサンミッシェルに来ました。最高の天気で十分満足です。磯の宇野とりゃ日暮れにゃ帰る。黄色に燃え立つ株の間を2人でしばし散策しました。足利フラワーパークの天然記念物の大藤は花が5分咲きぐらいでちょっと早かったのが残念でした。全部で1015段ある長い石段のうち蝉塚まで登りました。湘南電車の快速アクティで熱海へ向かいます。大原翔介さん、なんで新書を通ぶした？さっき言いましたね、指先割れてる方とか火傷してる方はそういうところに多め、彼旦那さんが本当に水虫で悩んでる人は病院とか薬使う前にこっち使った方がいい。甘露鐘を鳴らしていたずらっ子みたいですね。ジュース、アイスクリーム。雪深い山村にひっそりと立ち心を和ませる合掌造りを眺めながらゆったりした気分で散策しました。疎水べりの茶店で優雅にわらび餅を賞味しました。自分撮りに熱中する私たちをすれ違った人々が振り返って見ています。